生弁と教会の埋葬場所より発見された王妃の神ベレンガリアでポルトガルはデンマーク王バルデマー2世の二度目の日、ポルトガル王三種一世と王妃ドゥルセの五女。ベレンガリアの名は母方の祖父のバルセロナハクラモンバランゲエ4世に由来する。ベレンガリアはバルデマー2世の妹インゲボルグによりバルデマー2世に紹介された。当時、デンマークは 西部国境を接する敵国との関係から、フランドルとの友好同盟構築を急いでおり、1212 12年に、ベレンガリアの兄フェルナンドとフランドル博、エノー博の女子継承者、ジャンヌとコンスタンティノープルが結婚していることから、白羽の矢が立った。バルデマー2世は、最初の日ダグマールを亡くしたばかりだった。ダグマールは現在でも多くの鹿が伝承されているほど、親しまれた王妃で、 ブロンドの髪をした北方出身特有の容姿であったことが知られている。対照的にベレンガリアは黒い瞳と漆黒の髪を持つ美女であったと伝えられている。デンマーク人は新しい美しい王妃の民謡を作り、バルデマー2世が国民に高い税金を課した責任は彼女にあると非難した。国民は心優しい善を王妃、ダグマールの死を嘆き続け、 ポルトガルから来たベレンガリアが受け入れられるのはたやすいものではなかった。1219年、バルデマー2世はエストニア遠征において勝利を収め、この時に初めて現在も使用されているデンマーク国旗が掲げられたという。1221年、ベレンガリアは子供を死産し死去した。リングステズにある聖ベント協会に葬られた。ありがとうございます。